はい、またやってきました。ここはどこでしょう。気がついたら今僕はここにいた。ステンレスグリーンの車体が渋谷駅を外回りで発車しました。空はいい天気でございます。ここは渋谷駅でございます。埼京線の方もねぐっと近づいてきました。宮駅坂、宮なんとか坂が見えますね。表参道方面に伸びていく坂でございます。そして向こうの方に見えているのが宮下公園の新しくできた新スポットなんだけども、コロナ禍でね誰も来ないっていう感じですね。オリンピックも来ません。そして内回りの山手線と埼京線の車両が入線してきますね。埼京線の車両なのか、新宿湘南ラインの車体なのか、オレンジのラインがなかなか見にくくってですね、よく見ないと分かんないんですけどね。僕が乗る外回りの車両が入ってきました。思わずカメラを撮ってしまいましたね。さっき駅を出たばかりの湘南新宿ラインの車両がねまだ全部走りきらないうちに撮り始めました。あの列車は宇都宮だとか高崎方面に行くやつだと思います。なんか知んないけどね、この日はねずっとね前方展望風景をね撮ってしまったんですね。まあいろんな動画でねこういう動画は紹介されているけども、僕の場合は等速でね、今回は特別にナレーションを入れていこうかなと思います。まあ僕は素人なのでちょこちょこ喋っている内容が間違っていたりするかもしれませんが、まあ素人ということでいいじゃないですか。まあ正確な情報を伝えなければいけないっていうのは本当に公共放送の仕事だと思いますが、僕は趣味の範囲でやってますからね。まあ間違ったことは間違っている。まあ普通の日常会話で発生する間違いだと思ってください。そして原宿駅に入線していきましたね。この駅もですね新しくなりましたね。左側の三眼地なんかに開放されるね臨時ホームがですね普通の一般仕様になりましたね。そして、反対側には柵があってですね絶対に乗り降りできないようになっております。乗り降りできるようにしたらいいんじゃないかな、 両側から乗り降りできたらいいんじゃないかなって僕は個人的に思うんですけども、でカメラの角度的には映んないんですけど、この左側ですね、新しくで使えるようになったホームの先っちょなんですけども、そこからね外にね簡単に出れるようになっております。本当に設計ミスだと思います。こういうものをね設計するときにはね打ち合わせっていうものが必要なんですね。その打ち合わせができてないという証拠になっておりますね。また余計な予算を作ってですね工事し直さなければいけませんね。で奥の方に見えているのが天皇などがね、利用するプラットフォームが見えております。最近白い柵がね線路のところにね設けられるようになりましたね。
どうして今頃突然こういうふうにやっているのかわかんないんですけどもね、予算が余っているんでしょうかね。なんかお金の流れに不安を感じてしまいますね。で、右側の盛り土のところをよく見るとですね、古い踏切が1個残っているんですけども、そこは昔の山手線の走っていたところと言われておりますね。ここの右側の盛り土のところにね、踏切が残されているんですね。今映ってましたね。あそこが昔の山手線の名残だと言われております。で、埼京線、貨物線の線路と段差ができてしまってですね、まもなく上へ走っているのが首都高速の新宿線ですね。そして代々木駅に入線していきます。埼京線は下の地上の方を踏切を通って新宿方面、そして中央本線と各駅停車のね、複数線の線路が迫って並走していくという感じでございますね。もう代々木駅と新宿駅っていうのは近いですね。歩いても行けます。そういうところ山手線には多いですよね。西日暮里と日暮里も近いし、上野と御徒町から、秋葉原なんかも近いっていうイメージがありますね。本当にバス感覚、路線バス感覚だなと思いますけどね。もういろんな建物が見え立っちゃって視界が悪くなってしまいましたけども、昔は確かね、この位置からですね、小田急線がバッチリ見えていたような気がするんですけどもね。まあ昔から総武各駅停車のね、三鷹方面っていうのは昔から山手線の上をね通っていくので、そこの部分だけが四角になって小田急線が見えなかったんですけどもね、それ以外の場所からね、小田急線は昔は見えていたと思うんですけどね。運がいいとですね、ロマンスカーもね、山手線とすれ違うなんていうのもねあったんですけど、なんか建物の影がね多くなっちゃって見えにくくなっておりますね。そしてここもね、なんか日陰になっちゃいましたよね。昔はこんな日陰じゃなかったんですけどもね。まあ国道20号はね、昔からありましたけどね、昔ね、京王線が渡れなかったんですよね、戦後ね。内藤新宿じゃなくて、追分新宿まで京王線っていうのは駅があったんですけどもね。総武線がホームを出ていく、そして特急電車が中央本線の線路を発車していってますね。あずさ号なのか、海事号なのか、海藻なのか分かんないですけどね。富士山号かな、分かんないけど。山手線も車両が長いですね。11両編成ですから、なんか長さが美しいですね。で、前方の方に西武新宿駅がありますね。個人的にはですね、西武新宿線もですね、もっとね、新宿駅に近寄ってほしいなと思うんですけどね、鉄道会社の縄張り意識が許さないんでしょうね。地下鉄に直通するみたいなことになったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ今の西武新宿駅にも味がありますからですね、その味が壊されるのも、名残惜しいってものですけどもね。中央線のね、車両が入線してきましたね。本当に昔はですね、ステンレス車が走ってない頃は車体全体がグリーンだったり黄色だったりね、オレンジ色だったりしたからですね、そのね、すれ違う時の色のね、コントラストが本当に美しかったんですけどね、ステンレス車になってそれがもう見えなくなりましたね。寂しいもんです。で、山手線は盛り土の上を通って
て中央本線の上を通っていきますね。新宿湘南ラインの車両が新宿方面にすれ違っていきました。そして西武新宿駅が見えてきました。次は新大久保の駅でございます。西武新宿線の車両も入線してきておりますね。いろんなカラーリングの車両が走っているのが西武鉄道の魅力でございますね。そして新大久保駅にはもう内回りの車両がですね止まっております。本当に朝の時間帯は本数が多くて面白いんですね。新大久保は本当に韓国関係外国の、ね、お店とか多いですね。そして埼京線でしょうかね、グリーンの車両が走ってきておりますね。もう本当に次から次へと、線路をすれ違っていくので面白いんですね。埼京線が走っているところは埼京線でしょ、そして湘南新宿ライン、そして成田エクスプレス、その他ね特急列車とかね貨物船もねたまに走るのでですね、あとは相模鉄道の車両も走りますからね。さっき西武新宿駅に止まっていた紺色の車体がね、西武ライオンズのカラーリングなんでしょうかね。高田の輪は駅まで並走しております。6本の線路が光り取ります。個人的にはですね、山手線の2本のレールは埼京線のレールの間にね入るべきなんじゃないかなと思うんですけどね。でも線路を引き直すのも大変ですからね。でも常磐線とかね中央本線とかもね、複々線のやつは同じ方向と同士をね揃えた方がいいんじゃないかなって思うんですけどもね。うまくいかないですかね。乗り換えがねしやすくなりますからね、主要駅なんかでね。で高田の場合駅に到着いたしました。西武新宿線を利用する人でですね、乗り換えをする人ですごい混んでますよね。まあ住宅街なんかもそばにあるかもしれないですけどもね。また埼京線の車両が通っていきますね。でもよく見ないと、もしかしたら湘南新宿ラインかもしれないんですけど、でも2階建ての車両がないってことは埼京線ですね。埼京線っていうのも愛称なんですね。大崎駅から池袋駅間は山手線の路線の上を走っていて、そして池袋から赤羽間は赤羽線、赤羽から大宮間っていうのは独自のところを通っているんだけども、確かあれはですね詳しくは分かんないですけども、東北本線の支線扱いだったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ新しく新設した時に埼京線路線として、作った可能性があるのかな分かんないですけどね。でも東北新幹線の方が先に開通していたとしたら、そしたら新幹線路線っていうことになっちゃいますけどね。まあでもいいや。目白の駅に入線していきましたね。もう本当にここは住宅街の駅ということでよろしいんじゃないですかね。まあ商業施設とかね、会社なんかもありますけどね。あと学校ね、学校なんかもあるようなそんな駅でございます。
ちょっと陰ってですね、その向こうの景色はね、眩しすぎて何も見えないんですけども、肉眼で見るとですね、西武池袋線のね、高架が見えており、目には見えていて、そこを走る車両なんかもね、見えるはずなんですけどもね。次は池袋駅でございます。この辺でね、カメラを持っている腕が疲れてきております。西武池袋線の車両が通ってますね。次は池袋駅でございます。内回りとすれ違っております。西武池袋駅の楽しみといえば、西武の方に特急電車が止まっているかどうかがいつも気になるんですけどね。まあなんか最近なんか視界が悪くなりましたね。なんかなんとなく見えないって感じですね。左側には東武東上線のホームがあります。山手線の駅で、ここ池袋と大崎駅はですね、4路線2ホームのプラットがあって4路線になって、車庫が存在しておりますね。昔は品川駅にも車庫があったんですけど、最近なくなったようでございますね。で、山手線の両脇の線路とこの線路を結ぶポイントがですね、まあ反対側にもあるんですけども、こっちから見るとですね、もう次の内回りの車両が来てますね。まだ止まっているのに、あの車両が止まっている先頭車両の下あたりです、下あたりにですね、渡り路があるんですけども、もうあそこら辺からね、勾配がね、低くなっている、坂道に入っている、わけでございますね。あんなところにね、ポイントを作るっていうのはですね、珍しいんじゃないかなと思うんですよね。普通は平面のところにポイントを作ってしばらくしてから下っていくみたいなね。でも昔ながらの構造で、今でもその構造のまんまね、もう土地の余裕もなくて仕方がなくなって、まあ下り坂にポイントを作ったところで支障はないということなんですけどね。でもなんか昔ながらの、昔ながらそのままになっているような感じがいいなと思うんですよね。東武東上線がね、発車しておりましたが、運転手さんがこのタイミングでですね、暑くてね、上着を脱いだんですね。だからカメラをね、逆方向に向けておりました。暑かったんですね。それでは池袋を出発していきます。左手には東武東上線、右手には埼京線と湘南新宿ライン、貨物線があります。山内線は下をくぐっていきます。もう内回りの車両がこんなところですれ違っております。詰まっているのか正常通りの感覚なのかちょっとわかんないですけどもね。まあ外回りですからね、右に右に曲がって曲がって山手線は一周するんですけども、時折ね、反対方向に向かっていくカーブも存在しているっていうのが山手線の魅力の一つでございますね。もうこの区間は湘南新宿ラインのところには埼京線は走ってこないんですけどもね、時折スペーシアとかね、あとは特急で、
赤城、スワロ赤城なんかも昔走ってたかな。あと貨物列車なんかもね走ったりしますので、その巡り合わせが楽しいですね。そして大塚駅にやってきましたね。大塚駅といえば都電が走っているんですけども、この角度じゃちょっと映んないですね。いつも気になりますね、大塚駅を通るときは。大塚駅も結構利用客が多いですね。まあ都電から来る人もいるかもしれないですけど、都電はあんまり人が乗れませんからね、そんなに混まないとは思うんですけども、住宅街なんかも広がっていてね、そんな駅だと思います。ひっきりなしに内回りの山手線とすれ違いますね。この先ですね、山手線の外回りっていうのはいつも右右に曲がって一周するんだけども、この先は特に左に曲がっていくんですね。山手線の本当の路線図を見た時にですね、この区間とあと上野駅がある区間、そこだけがですね北東方向にねビョンってね伸びているわけです。出っ張っているんですね。山手線というのは卵型とか人の顔型になっていますけどもね、その上野駅のあるパターン、上野駅のあるところとこの区間、駒込の手前の区間ね、そこだけが北西方向にビョンって伸びているわけですね。まあ人間の顔の形だったらちょっとかっこいい髪型になっているかなみたいな感じなんですけども、まあこの辺はね起伏が激しいですからね、その起伏の激しいところを避けて通るということでそうなってんじゃないかなと思いますけども、まあだけど浅草方面にね山手線が伸びるというそういう案もあったようなことも聞いてますからね、いろんな理由があるんだと思いますけどね。で巣鴨駅ですね、駒込駅かな。いつもね巣鴨駅とね駒込駅がね逆になっちゃうんだけど、巣鴨だよねここね、ここは巣鴨駅だと思います。巣鴨といえばおばあちゃんの原宿、トゲ抜き一蔵があるとこですからね、そこと都電荒川線は関係性が近いので、確かここは巣鴨だったような気がします。そして大塚駅から離れれば離れるほど駒込駅があったような僕のイメージ、間違ってたらごめんなさい、いつも分かんなくなるんだよね。巣鴨は昔は乗り換えがなかったのに、地下鉄南北線が通ると、次が駒込駅ですね。駒込駅、あそうだ、巣鴨駅は都営地下鉄三田線だ、で駒込駅が地下鉄南北線だ、そう巣鴨駅は昔は乗り換え線がなくって駒込駅は比較的古くから都営地下鉄三田線が乗り換えできたんだね。頭の中でねいつも逆になっちゃうんだよね。今山手線の駅で乗り換えがないのは目白駅だけになっちゃったかな。
昔は大崎駅もね乗り換えできなかったんだよね。後の駅代々木駅もできるし、ああ新大久保の駅も今乗り換えがないね。あと目白、もう乗り換えのできない山手線の駅は少なくなってきましたね。この埼京線が走るようになってから少なくなっちゃいましたかね。一応原宿駅っていうのも、ね、乗り換え線がないんだけども、地下鉄千代田線っていうのがですね、ちょっと離れた駅だから何とも言えないんですけどね。下湘南新宿ラインがねくぐっていきましたね。なんかこのタイミングでね下をくぐるっていいですね。そして京浜東北線の線路と並走してですね、ここは新幹線の線路もね高架で見えてるのでいいですね。それに対し東北本線はちょっと離れたところを通っておりますね。田端駅でございます。なんか新幹線と東北本線が離れていて東北本線だけ近寄ってくるっていうのがね田端駅の魅力なんですね。東北本線がさ、東北新幹線の線路がさ東北本線よりも京浜東北線沿いに来ているっていうね。田端の駅の次は西日暮里なんですけど、西日暮里っていうのは勾配が高いところにあるっていうのがねこの前方を見ることによってよくわかるんですね。でここで京浜東北線とね山手線の線路はねポイントでね両方行けるようになっております。確か田町の駅の手前でもそうなっていると思います。よく見ると上野駅なんかでもどっちからか行けるようになっていると思います。次は西日暮里でございます。ちょっと急勾配になって西日暮里の駅に入っていきます。で西日暮里を西日暮里、さっき映像が途切れましたね。無料 Wi-Fi がね入ってきたんですね。迷惑ですね。オフにしてたのにね入ってくんですよ。そして西日暮里を出るとまた下り坂になるっていうね。ちょっとねカメラの角度が悪いんですけども、もうちょっと左の方に向くとですね常磐線がちょっと見えたり、そして近寄ってきた東北本線の線路も見えたりですね、新幹線なんかもね見えたりですね、あと京成線の線路もね建物と建物の間にね走っていたらね見えるみたいなね、そんな感じになってるんですけどもね。いい加減にね僕のねカメラを押さえる腕が疲れてきております。運動不足でございます。この映像はね上野駅まで続きます。あとちょっとで終わります。駅の数ではあと3つですね。次は日暮里でございます。ちょっと下り坂でございます。
景品と奥線が見えておりまして、向こうの方に見えているのは、もしかしたら常磐線関係かもしれないですけどね。カメラの角度も悪いですね。もう本当にね、腕が疲れてきてね、ちょっともうちょっとね、左の方をカメラで撮っておけばよかったですね。早く上野に着かないかなって思っていたんですね。まあここまで撮ったらさ、上野駅まで撮りたいなっていう気持ちになっちゃっているんですね。やめとけばいいのにね。もっと左の方にカメラを向けていれば、京成のね、車両も映ってたかもしれないんですけどね。この上、京成が通っていきますね。線路がね。そして、うぐいす谷でございます。反対側は、ホテル街、反対側はもう上野公園の近くまで、上野公園はもうちょっと歩かないとダメかもしれないけど、なんか品のある感じのね、木が多いような感じでございます。反対側は学校なんかがあったりなんかしちゃってね。反対側に学校、反対側にラブホテルというね、本当に線路をまたいで景色が違うという、そういうウグイス谷でございます。学校の大人たち、先生たちは夜な夜な反対側に行ったりなんかしちゃってという、そこを生徒にカメラで撮られて YouTube に流されるみたいなね。それで YouTube に上げなかったら成績をね、どうにか操ることもできるかもしれないですね。それがウグイス谷でございます。そして線路を、次はターミナル駅の上野駅でございます。あ、地下ホームからね、車両がね、浮き上がってきておりますね。昔はね、新幹線が走ってなかった頃はですね、地下ホームからいろんな特急が発車していたんですけどね。ここもね、よーく見るとね、山手線とね、京浜東北線のね、渡り路があるんですね。留置線もあったんですね、今ね。山手線から京浜東北線の方に行ける、行き来できるっていう感じですね。そして上野駅に到着いたします。この後ね、プラットホームにおいて列車が過ぎ去っていく映像も撮っているはずでございます。ギリギリのギリギリまでここにいて撮っておりましたね。運転手さんもね、渋谷駅からここに立ってる僕のことを気にしていたかもしれませんが、ご迷惑をかけて申し訳ございませんでしたね。ようやく僕が降りてくれましたと思っているはずでございます。このね、外回りからの、外回りホームから見る御徒町方面っていうのが僕は好きなんですね。あんまり向こうの方に行くとね、駅員さんのね、建物があるからね、近寄りたくないんだけども、こっからですね、京浜東北線、山手線、そして東京上野ラインのね、車両がね、 S 字カーブでね、入ってくるっていうね、まあ S 字カーブの
一部しか見えてないですけどね。とにかくね、車両がさ、カーブして入ってくるっていうのは美しいんですよ。カーブして入ってきて、カーブして出ていくっていうね。まあズームとか使って撮った方がもっと迫力のある映像になるのかなと思うんですけどね。今乗ってきた山手線の外回りの車両がまた東京品川方面に向けて発車していきました。上野駅でございます。気がついたら今僕はここにいた。もうじきこの動画は終わります。もうじきでございます。常磐線の車両が発車します。あれは確か品川駅まで行くはずですね。気がついたら今僕はここにいた。